今回は現在開催中のコラボカード秘密飛行銀魂コラボの高月進助とオサム上陸アップ同時で組み合わせた電話になるよ。秘密飛行の契約は式6でブレキプラス5、交通力4倍足す固定値 5%、 ブロックダメージ5割軽減が約9ポイントと満点と使っても式の重い防護戦法やから、単体で工場を通す火力はなかったし、工場兵デッキのような立ち回りが必要やったから。一方で空調力は圧巻で城壁一発で 38% と池流しを許さない性能、ジクサを作って畳みかけるように使うのが良さそうな印象かも。少々の城の焼きさは一瞬でまくれる性能やから、多少の城ダメージより盤面や相手の策伏兵の処理を優先する立ち回りの良さげかな。相手にしてみても相手を倒す能力があまりに乏しくて、丁寧に王手をすれば防ぎやすいし、高張力がいくらあっても殴れてはかなりゼロやから、相手するなら男性展開にせんことが大事かな。必要もない。目覚めたぜ。貫け。我が銃口は敵を逃さない。発射！狙え！英傑がいたぜ。忘れるかよ。一の方、一くんもめい発射。我が銃口は敵を逃さない。騎兵隊に告ぐ、カラスどもを踏み殺せ。全機解放。二の方、発射！貫け！本懐なり！弱き者、死ぬがよい！いかなる妨げがあろうと、落ち通る！戦機解放。忘れるかよ。
初攻撃が29カウント。落選が25カウント。実に良いカウントの出来事よね。今回はもう一戦あるよ。
動。ミノカタ。撃つよ。流派発動。一ノカタ。いかなる妨げがあろうと落ち通る。天気解放。ここまでか。ご視聴ありがとうございました。動作は難しいけど爽快感のある計略やね。